日本スーパーフード協会は、日本最大のヨガの祭典ヨガフェスタ横浜2018とのコラボ企画エコプロジェクト3分の1マルシェを9月15日から17日までパシフィコ横浜で開催することになり、その記者会見が9月10日 DIC ライフテック東京本社で行われました。記者会見では日本スーパーフード協会勝山歩美代表理事が、3分の1マルシェはフードロス削減をテーマにしたエコプロジェクト第1弾で、楽しく美味しくお得にフードロスを減らそうをテーマに開催されます。会場内では日本スーパーフード協会認定のオーガニックジュースや水などが市価の3分の1の価格で販売されますと挨拶しました。ご承知の通り、フードロスとはまだ十分美味しく食べられるのにもかかわらず廃棄される食品のことで、もったいないだけではなく地球温暖化など環境破壊にもつながる深刻な社会問題となっています。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の運営計画では、競技会場や選手村などにおける食品ロス・食品廃棄物を削減する方針を打ち出すなど、さまざまな施策が急ピッチで進められています。一方、ヨガフェスタには全国からおよそ4万人のヨギーや健康的なライフスタイルに関心が高い女性たちが訪れ、ヨガレッスンやヘルシーフードを楽しみます。またフードロスの原因ともなっている賞味期間、消費期間などにもポイントを合わせて啓発します。スーパーフードとかオーガニックやってらっしゃる会社の方はいいものを作ってらっしゃるんですよ。だからよりなんか捨てるのがなんか忍びないっていうのを見てきたので、私たちはそれをまあ助けたいっていう思いがすごく強かったです。消費者の代表としてまあヨギーから広めようっていうのは今回の趣旨で、エコとかそういう問題に関心のある方が多いんですね。ですからそこの方が今5万人も3日間で集まるので、その人がみんなインフルエンサーとして広めてくれたらいいなということでやらせていただきました。